キラから見たアグネスってどんな存在なんだ、に対するみんなの反応をまとめてみた。いきなり自分に迫ってきて恋人の悪口言ってきたから怒った次の日に自分を殺そうとしてくるわけわかんない奴にならね。嫌われてはいない。いきなり自分に迫ってきてそれが目的だからね。恋人の悪口言ってきたから怒ったダウト。次の日に自分を殺そうとしてくるわけわかんない奴にならね。これは自分に興味ないこと自体が気に入らないって感じなので、キラにも原因あるとは思う。シンプルにやべえ女で近寄って欲しくない女かと。そもそも地上のもつれが原因なのは知らない。正直もうちょい相手にしてやれとは思う一応上司なわけだから。でもダンス誘われても踊れないし、ラッツも見てる前でやれって言われても色々と困るのでまあ本編の対応になる。言っちゃなんだが恋愛的なアプローチを上司なんだから多少は相手しろって普通にセクハラ的な思考な気がするぞ。その気がないならはっきり拒否を示すのが普通の反応。でも小説の描写見る限り自分に好意、持ってることすら分かってないだからいきなりキスされそうになった時ひどく混乱してた。まあ好意持ってるわけじゃねえしな。その辺はルナマリアの理解度が高いよね。一応部下が離反したのに最後迎えに行ったのルナマリアだったからね。舞台挨拶やらの小話聞いてる感じではその後処罰を与えられるわけでもなさそうだし。そもそもキラはラクスと離脱するのに精一杯、アスランも立場的に離れるの一択だし面識ない、マジでルナくらいしかいること知ってて迎えに行く理由ある人いないんだ。ラクスの命令聞いただけ定期。ってコメントしてますが実際のところはどうですかアグネスさん。赤みがかった髪に自己中強めの性格な上にクワシマボイスというキラにとってはこの上ない地雷な娘なんだな。キラの好みに合わせただけなのにね。好みに合わせたはずが全く好みに仕上がってないのが残念。見た目だけだとミーアも OK なはずだけど、そうじゃないからね。なんならまだミーアの方がラクスリスペクトして一生懸命身代わりやろうとしてただけ順勝ポイントは上なはず。ミーア自体がどれだけ頑張ってるかキラはテレビ越しにしか見れないからまずよく知らないのではなくなった時一応一緒にいたはずだけど、泣いてるラクスを見てるだけだった。キラはミーアの日記読んでなかったっけ？自分を殺そうとしてくるに関してはそもそも状況が状況なんでシンプルに嫌なやつかと。なんならこの後親友で兄弟の恋人のアスランにアプローチ始める女だからな。キラにはもう声かけないとか言うけどそんな感覚あったらそもそもアスランにも声かけない気がするんだよな。もう声かけないの理由が説明されてないからな。殺そうとしちゃったからとかあるいはラクスとの間に子供ができたからとかの理由なら全然アスラン狙いライに行きそうな女だよ。何も反省せずに切り替えてるだけですね。ガチでね。声かけないというかアスランがいたからアスランに行ったぐらいの女だと思ってたキラに声かけちゃいかんなという感覚がある時点でだいぶまともな感じはしたな。あとは順勝が避けてるのはイザークかな。とりあえず厄介時には関わり合いたくない性分な気がする。恨み事とかつい怪したくなったら困るし距離取っておきたいよね。ぐいぐい来るところまではちょっと積極的な部下だな。困惑くらいで我慢できたけどラクスの悪口言った挙句見せつけるためにキスを迫ってきたところで完全に地雷女になった。あの一瞬はさすがに嫌悪感感じてそうではある。そもそも最初はアスラン狙いだったって言うじゃん。でもそれキラは多分知らないはず。ぶっちゃけキラが特定の個人を嫌うってイメージなかったんだけどね。さすがにあれは嫌うなーってのがまざまざと描写されましたね。ミーアは割と好感度低めだった印象。ラクスなり代わりが不快なだけで本人を嫌ってるかどうかで言えばそこまでな気がする。嫌いじゃないけど関心は薄い気がする。ラクスはミーアの死を重く受け止めて自分が表舞台から姿消すとまた犠牲が出るって考えてるけど、良くも悪くも関心が薄い裏切られたのもエッなんで、ってリアクションなんで。なので殺されそうになったことも特に気にしてないと思う。まあそれっぽい描写や設定出てきたらごめん。アグネスが態度入れ替えたら普通に受け入れるし引きずらないとは思うけど映画そのままだとどうあがいても好印象にはならんだろうな。本質的にはアスラン狙いでもキラ狙いでもないよなこの子。ルナマリアが本命ってのがある意味正解だな。要は周りの女と比べてマウント取りしたいだけなんだ。アグネスいい男と付き合ってるってよって誰もに言われたいだけだよね。それが誰かはあんまり大事じゃない。多分そういう子だとは思う。でもキラアグネスの過去とか知ってる様子もないので本能で避けてるのかなんでだろう。小説だと真も悪口言われてるからな。結局子もソーシャル的な意味で乗れずって言われてたの笑う。自分が好感度高い相手にディスネがキャンメインなせいで普通にうざいと思ってんじゃね。単純にラクスの悪口言われて嫌だったって単純なものだと思ってた。一応ノベルではそれに加えてシンも悪く言ってるので日頃からあんな感じの子なんだなって印象持った。キラのように面倒事を避ける人間は嫌うことも面倒だから相手をしないというのはそう。キラ本人の性格的に苦手と感じた相手を嫌いになるんじゃなくて近寄らない、関心を持たない方向に行くから本当に好きの反対は無関心を体現した図になってる。特にそんな描写ないけど多分ラクスがオルフェを拒否してるのと似たような感じじゃないかな。この人口では言ってるけど私には興味ないなってわかる感じで自分もこの人に興味持てないなって。嫌いというほど強い感情を向けてないけど好きか苦手だと苦手より
キラが苛立って喧嘩した相手ってサイとフレイとアスランしかいないのか。喧嘩になったのはアスランくらいで、他は相手側が仕掛けてたりする。喧嘩って殴り合いのこと、殴り合いになってないぞ。正直単純に相性が悪い順将、びっくりするほど相手によっては無関心だから。ぶっちゃけ無関心で済めばいいんだけど、なんかラクスに当てつけで嫌味言ってくるんですよね。まあそれは嫌だね。映画のキラのアグネスに対する反応を見て、正直人の無関心ってこっぱって気持ちになったよ。女性として相手の好みに合わせられる能力がある公式、正直女使ってグイグイ行くより、キラの好きな話でも振ってくれたら、最低でもルナマリアくらいには話はできる仲になれたのでは。キラに嫌われるの結構難しいぞ。まあ深夜ルナマリアにもコンパスではあんま絡んでないからな。そこら辺はアグネスへの好感度云々以前に、僕が全てを終わらせるなメンタルなのもあると思う。あん時は単純な嫌悪感と、なんでこんなことされるのかわからないって混乱とで、裏切った行動について、なんで自分が悪いのかって反応。何もわかってなくて笑ってしまうアスランのこと言えないね。ファウンデーションに着く前に宮殿でパーティーがあるかもしれないから、順調はダンスの練習しといた方がいいですよ。教えますので、簡単なやつだけでも覚えてくださいとか言えば、アグネスもキラと踊るチャンスはあったけど、キラのメンタル状況だとそれでも1割ってとこか。あの時キラがラクスを誘ってれば、本編のようにならなかったかもとか、福田監督に言われてて笑った。自分を見てない男はやめておけ、アグネスと言いたくなる。そういう男を他の女から取るから、他の女よりも価値ある優れた私と思えるんでね。まあ単純にダンス踊れないから断ったけど、多分踊れてもラクスと踊る会や外交に来てるから、やっぱ何もしないで見てるだけかな。これはアグネスちゃんから外れるのですが、キラ自身が身内優遇というか、個人主義なところがあって、アスランはキラのそういうところがあんまり好きじゃないと、どこかで言ってたな。あった、広く見てるのがアスランで、キラは周りだけって感じ。オーブの特使なのに、オーブに無断でザフトに復帰して、ザフト兵になっちゃって、流れでオーブと敵対しちゃって、アスハとセイランで割れた状況でザフト側の都合を押し付けるが、ってのは支持されないのはしゃあないわ。よく裏切る男アスランだら。言うてアグネスもキラに対しては結構本気だったんだよ。ナルナが謝ってたの、そういうことだろ。シュラに泣きついてたし、あれが演技じゃなきゃ割とガチだったんだろうな。それでもキラに周りに人が集まる、そりゃ納得いかないか。キラが残業帰宅してパソコンでデスティニープラント議長見て頭抱えてるシーンに、アグネスからのメールが届いてるの映ってるらしい。自分もその情報見かけた後、まだ行ってないんで次行く時に確かめる。ステータス目的でも結構ガチでアタックはしてる。落とすこと自体が目的なんだから、そりゃ抜かりないでしょう。私だって好きで、か人によって解釈分かれる感じかな。そこって結局キラのことなの、それともシュラ、ルナマリアが謝ってるからシン、とかいろいろ考えたけどよくわからん。初見だと具体的に惚れた相手がいるんだって主張してたというより、好きでこんなことになったわけじゃないって思ったな。泣き方言い方が何か疲れ果てたように見えた。フレイの言うキャラだから、実は気づかないうちに本気にはなってたのかなって思ってた。アトラクスの愛の反対は無関心に、今回一番当てはまるキャラだから、普通に落ち込んでポロッと逆音出たんだなと。小説版だとさらに真にジェスティスよこせと迫った、その足でキラに取り入るために真への暴言吐いてたんだよね。何考えてるんだこいつ。あれってキラのこと除いてもアグネスは真を下に見てる。なんであんたが隊長に芋邪魔化されてるのかわからないわ。絶対私の方がうまく使えますよって態度だったから、キラじゃなくとも塩対応するとは思う。ただ本当に意味がわからないって感じなので、キラはどんだけ周り見えてないんだわ思った。そもそもラクス式好きマンだし。いや意味はわからないだろ、まさか色恋沙汰が原因で上司殺しにかかるとは思わないじゃん。まだ最初からファウンデーションと繋がってたのが、あの裏切りは納得いくぞ。色恋は置いといて、部下に関心がない上官というのが問題あるなって話をしてます。でもセクハラしてくる部下なんて興味ないか、上に配置替え打診する以外ないと思うの。あれ、この組織人事件ってほぼ順調にあるんじゃないの。あんなんでもパイロットの中では上積みだし、コンパスみんな強いよ。しかし自分がやるスタイルがキラなので、なんかワンマンチームになってしまった。一応コンパス設立したのかがり、それでキラが隊長になって活動してる権限な、いろいろあってうやむやになるんじゃないかと。これに関してはなぜか隊内の空気をめっちゃ悪くするアグネスが10割悪いし、むしろ無関心なら右上すぎるまである。普通悪印象しかないもの。毒無指定機どんな顔してたか気になる。恋人や他の部下の悪口言いながら迫ってくる嫌な部下だけど、人手不足だから強く言えない感じかな。特に処罰が降るという話は出てませんよ今のところ。でもコーディネーターってやっぱりコーディネーターしか見てないんだろうな。そこが一皮むけない。アグネスは一生頭アグネスなんだろう。アグネスが私をそばに置いてと言ってきたとき、今もそうしてるけどって感じなので、そういう意味じゃないって感じもしますが、戦力としては信頼寄せてくれてるのかなと。映画じゃなかった、ちゃんと部下は配置してるし結果出せてるから握手じゃないのが余計にな。割と罪な男その気ないのに優しくする。アグネスは単にスペックしか見てないだけでは。
多分だけどキラも精神的にも安定してる&問題なく活動してる時になぜかアグネスが離脱って流れなら普通に処罰を下すとは考えてる。天柱って感じのこともやる主人公だから。アグネスのやったことに問題がないとは思ってない。ただたは問題なかったとも思えない。いろいろあって、キラ自身処罰受ける側になったかがりの頑張りがあっても結果がどうなるかもわからないって現状じゃまず何もできないね。自分の方がラクスより上だと思ってるのに、キラ落とすためにラクスの髪色真似してるのくさ。キラがうんぬんというより誰かしらにしっかり説教なり処罰なり食らわないともうダメだと思うな。本編後にアスランに行くのはすげえよ。そいつ一応シュラ殺してるんだぞ。別にアスランに好意寄せてるってわけじゃないんだろう。彼女いる男を狙うのが趣味みたいなもので、でも一応アカデミー時代憧れて目をつけていたのがアスランがザクと脱走したから諦めたって設定あるんだっけ。キラがダメだったから次は髪の毛のピンクの部分金髪にしてアスランに突撃するのか。天の女神の男落とせなかったから次は地の女神の男狙いってのはまあキャラとしてはブレがないから。迫られた時、何この人怖。戦闘時、何この人怖。小説版によると本編のあれでキラには裏切られた気になってるアグネス。なんだこいつ、ぐらいしか思ってなさそう。関心もないだろうし。劇中で一番キラ追い詰めたのこいつだよね。ただの承認欲求モンスター責任逃れバージョン。側以外好かれる要素はない。キラは内面重視だからなおさら。意味不明な女怖い。相手にしてなさすぎて寝返ったことがルナマリアたちに全く共有されていない。なんか安いレディコミに出てくるそんなことやらかしてお前にくら替えする人間なんていないだろと言いたくなる悪役女みたいな思考回路と行動してるなアグネス。